はい、こんにちは、ブルーホースです。早速ね、やっていきましょうか。バイオハザードブリッジランドールコンテンツ記念、発売記念ということでね、今回はね、ドナ・ベネビエント邸に向かってまいります。骨、返事がない、屍のようでね。ドナベネビエント邸をやるにあたってね、心配なことがね、ほら皆さん今見えた、あのね、スケスケなのよ。でスケスケなんで、あのね、ベビーから逃げているつもりでも全然あさっての方向に逃げてて、えどこそこみたいなね、そんなとこ逃げて大丈夫みたいな状態でベビーに食われて、あひゃ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 ってなりそうなね、え、もうまるで今のローズを表すかのような状態になってますよね、これね。ほんと何の当てつけだよこの野郎っていうね。許さねえかんな、怒ったかんな、橋本か。俺が言ったら あの世界中の橋本環奈ファンに殺されそうだから、もうこれ以上言わないけどさ。もうあのなんだっけ、獅子、獅子粉塵じゃなくてなんだっけ、ね、トーテンポールたち、やばい、えっ、イーサン、うるさかったね、ついてきて、伝えることがあるの。いや、ああ、そんなバカな。腕がめっちゃ汚れた。うん、そうなんだね、本当に。よし、よし。でね、こっち行くことができないんだよな。行きたいんだけどね。何か抱えてるね。なんとかしないと。あ、なんかいた？なんなんだこれは。そう、本当このスケスケ状態ね。もうあの毎回さ、パートが終わるごとにさ、このスケスケなんとかならないかなと思っていろいろさ、あのグラフィックスのところをいじるんだけど、グラフィックスじゃないのかな。そんなの耐えられない。どうしたらいいんだろうな。見えるわけない。まあもういいよ、縛りプレイである種ハンディを抱えてやっていくということでね。でここのお嬢ちゃんは一旦まあてまた戻ってくるんで、とりあえずとりあえず思い出を捧げよう、心臓を捧げる的な。ということで、入れます。よう、これでも入れる覚悟できたよな、こんなわけのわからないとか。一生帰ってこなかったらね、もうこの二人しか、この写真しかないわけだもんね。さあ、下を見ながら、下を見ながら。ピン！上へ参ります。こうやってルイーザの首飾りを、あれ？あ、あったあったあった。これを、なんか外すんだったっけ？あれ？これ外せるんじゃなかったっけ？あ、外せた。あれ？鍵のついた首飾り。中に鍵が収められている。あ、鍵取った。で、これであれが手に入るんだね。よし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 。近い。近い。この壁はちゃんとあれなんだよね。映すんだよな。なんでなんだろうね。これも始めた時ほんとビビっちゃかしたよね。どうなってるの？怖い。無理。助けて叫ぶ、やっはーって。何番だったっけ、忘れちゃったな。ほら、なんかあの、家から出るさ、家から、じゃあ部屋から出るやつ、何番だったっけな、忘れちゃったな、もうな。よし、着いたかな。着いたし、着いた。ということで、早速入っていきましょう。カチャコン、カチャコン。ほい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 。ここら辺アイテム落ちてなかったっけ、ないか。そう、これね、ほんと怖いよね。生きて帰ってきた人は一人もいませんって言われたお城ですからね。あ、お城じゃねえ、お家ですからね。ね。いや、イーサン初めて、こう、生きて帰ってこれた人っていうね、感じになるんですよね。で、ここはそうか、私特になかったんだっけかな。もう家の中から見えるんだよね。そう、ある意味透視グラスか、これな。ある意味投資グラスだよね、この、バイオセブンっていうところのね。ここら辺アイテムなかったっけな。まあ、ここ全くその使わない、いわゆるバイオセブンでいうところのさ、パーティーしようぜーのパートみたいな感じだよね。あの、ハッピーバースデイトゥーユーの時の。じゃあ、もう、いろいろ見てても仕方がないんで、サクサクっと入っていきましょうか。お邪魔しまーす。さあ、入っておいでー。よし、オッケー。で、それはまあいいとしてですね、どうしようかな。家の中もちょっと、なんかいろいろ見て回ってみる。あ、ちょっと待って。
この状態で進んでたら、そう、ほら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 、ほんと目がチカチカするよね。もう膜がクラクラしそうってやつ。あれちょっと、あれこの状態でなんか追いかけっことかしたら、なんか多分普通にやられそうなんだよな。どう思う？やっぱりドナー普通に可愛いと思うんだけどな。可愛いってか、まあ絵だから何とも言えないけどね。実際の顔は違ってましたみたいなオチかもしんないし、近づくとね、いろいろとね、透けていくんだよね。座れる？座れない？こんなことをしている場合ではないとかって言われてるの。誰と寝てたんだろうね。あ、そっか、二人で寝てたんだね。ガチャコンって開けても何もないんだよね。すっきりしているのに、てかみんな同じタンス使ってんだね。なんかちょっとムカついたから見た。よし、じゃあもう早速ですけど、地下向かっていくか。どうしよっかな。1から10までこれをやろうと思うと、多分時間が相当かかっちゃうから、ある程度のところまでをクリアすることができれば、バン、セーブして終わるとか、そんな感じにしていく感じかな。え？これは壊せねえんだ。カッチカチだったな。じゃあ地下行こうか。ここも開ける。そうだね。よし、じゃあ行きましょうか。うん。052911、あれ25111かな。052911だったかな。うん、さあ、地下。もう地下が透けてんだよな。これ、逆に怖えぞ。やべえぞ。これだって幻想で見せられてんだよね。怖いよねー。お邪魔しますよねー。本がすっごい積まれてんだよな。積んどくだね。調べる。アルカロイド、ボーカロイドみたいな。もう見えてんだよ、向こうが。よっしゃ、じゃあ行きましょうか。あれを取ったら、なんだったっけ、なんか言われるんだよね、確かね。いいさ、これは開かないのねー、開けられないのね。なんかアンジーが脱ぎ散らかした跡みたいになってるけど、これ合ってる？こっちで、これが降り落ちるんだよね。ここで待ってくれてんだもんな。優しいよね。向こうの部屋がスケスケなんだよね。まあ、じゃあ早速ですがやっていきましょうか。取ったと思ったか。アンジー、ずっとあなたを待ってたの。喋ってるというよりはなんか無線でね。お願い、アンジーのパパになって。怖いのか可愛いのかよくわかんないよな。で、いつの間にか布が取れてる。俺の銃は。ここにね、ちゃんとね、おっぱいのところにね、あの布がね、あのあるっていうのがすごい、なんかまだ優しさを感じるよね。銀の鍵。で、これかな。これなんかやるんだったっけ。すー、あ、これか。あ、腕そのものが外せるんだったっけ。お腹を蹴った。あれ、ちょっと待って、なんかさ、足元の方でなんかカチャ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 やってない？ん？もう躊躇なく人形を解体していくよね。なんか言ってたけど、ここは今まだセーブ、あ、できるね。オッケー。あ、ほんとこれ人形すごいよな。すごいチカチカしてるな。怖いな、不気味だな、嫌だな。指輪を外す。あ、そうか、これってか指輪外す必要ないんだな。間違えたな。めっちゃあれだね。まあちょっとあくまで手順従っていくかね。そっちの方が良さそうな気がするけど、調べる。あ、ちょ、これまだ調べてもあれだ。おっぱいには触れないんだ。イーサの服めっちゃ見えるね。これが撃たれたミアですな。何もない。これは、ミアの。喋らせねえよ。カチャコ。こっち行ったはいいけど、浮いてる人形いっぱいあるな。顕微鏡。みんな片付けろよな。向こうから施錠されている。
ちょっと待って。で、これで特にこうなんか調べるものはないから。うん、セブンの時に出てきたやつだね。あれ、本当にこれで、これで調べるのあれだっけ？左目を調べるっても仕方ないし。眼球の移動。ほい。ね。ああ、足も、足だ。足もいけるんだった。忘れてた。すー。もうなんか触り方がなんかもうね、ほんとね、ただただエロいんだよね。あ、そうだそうだ。これがないと次いけねえんだ。忘れてた。で、これで以上かな。こっちの足は外せないよね。OK。で、ここも開けられないし。じゃあ、2、5、0、あ、違う。0911だったっけ。あ、違うな。何番だったっけ。適当にやってたらなんか開くとかカチャコンってならない。あ、無理だね。あれ何番だったっけな、忘れちゃったな。やっぱ指輪見るべきか、これか。あ、違う。25じゃねえや。2000、あれ ?05 ってどっから来るんだろう。まあいいや、進んでいきましょう。なんか急に暗くなってんだよね。で、いざドアが開くだす。開けさせて。そっちで開けたんだったら開けさせて。でこっちにもベビーが来るってことだよな。ここに隠れられる場所があるってことはね。他なんかある。モップ、カバン。このカバンとかもさ、あれじゃないの、セブンのさ、あの免許証が入ってたやつじゃない、もしかして。で、これは、わかんない。こっちもわかんない。あの、まさかマーガレットの遺品とかがあったら面白いんだけど、そんなことはないだろうし。ねえ。ここら辺はあれだろうね。あの、仕掛けたら爆発するやつ。で、ジャックの長靴。これはよくわかんない。ねえ。これ多分そうだよね。だってセブンのあのバッグだよね。まあまあ、気になる方はまた見てください。で、どうしてここに。どうしてでしょうね。真面目にやってきたからよ。カチョコ。さーて、これが、シリンダーを選択。F。あ、入れ替え、そういうことか。あ、これごと入れ替える、あれだったのか。こうして、これでいけるか。カチョコン、カチョコン、カチョコン。あ、うまく回ってそう。じゃん。結婚おめでとうでございます。あ、いけた。ピンセッツ、ピンセッツか。そっか、武器がないんだよな。武器が全部持っていかれたんだよな。とりあえず戻って、もうこんだけ暗かったらもう関係ないんだもんな。怖いとか怖くないとかね。ガチャン。これが落ちるっていうのもまたなんかね、乳首が描かれてないところがちょっとバイオのあの、あれに従ってるって感じがするよね。その規制っていうかなんかね。はい、お口を開いてごらん。お口を使うのはあなたなんだけど、今日は私がやってあげるわ。よし、オッケー。ん？で、このまま向かっていった。今いた？いたね、チラッとね。言えないわ、こんなことって。何？不倫？不倫でもしたのか？それとも生まれた子供がとんでもないことになってるっていうことに実は気づいてなかったとか、そういうオチか。まあでもそういうことやろな、結局な。で、どうするんだったっけ。ローズの一番のお友達、あの子のお気に入り、子守歌がありね。私たちにとって何よりも大切なもの、祖母がくれた祝福の音色。ああ、これどっち？ E さんがくれた約束の永遠の証、永遠の約束の証ですね。まあ、とりあえず、血まみれの指輪は怖いよね。ローズの一番のお友達。で、祖母がくれた、だから祝福の音色。で、祖母がくれた。で、永遠の証。で、これかな？あ、いけたね。始まります。来る、きっと来る、きっと来る、でれれれれれれり。そうなんだよ。本当にこれ、多分リングを意識してるんじゃないかなって思うんだよね。まあ、前も話したことあるけど、山村貞子っていうね、あのリングに出てくる、透けてんだよな、はしごがな。ここまで透けてんの、マジで。
映像ですらもうスケスケの世界になってんのか。スケリングワールド。よし。で、そうなんだよね。向こうが透けてんだよな。お人形がいっぱいあるんだよね。あれ、これハサミどっかなかったっけ。あったあったあった。お前が持ったのかーい。で、うん、山村貞子さんってその映画の世界ではその仲間由紀恵が演じて、一応なんだったっけ、あの女性っていう扱いになってるんだけど、何もないプープープーだった。あれ、怖っ。はいはいはい、めっちゃ怖いじゃん今の方見えてんの。お願いさ、うん、よく聞いて、うん、騙したかったわけじゃないの、うんうんうん、これバイオセブンの時に言ってたのと同じようなセリフだけどね。その後に俺、何を言ってる、イーさんは左腕刺されてさ、左手か、左手刺されてね、ボコボコにされたけど大丈夫。怖いよ、助けて。ここに生きないけど、いけないよ。あー、ということで皆さん、超怖い世界は次回パートでお見せしたいと思います。一旦ここでもう、一番怖かったかもしれん今のが。スーって歩かずに行ったぞ今。逆ムーンウォークしとったよ今ね。えはぁ、スケルトあんなことがまで見えるんだね。怖っ。おー、びっくりした。落ちてくるんだったっけ。そっか。ああ、びっくりした。もうなんか、いろいろ見えてはいけないものが見えるね。こうなってくるとね。はい。ということで、次回、ドラベネビエント邸から脱出しましょう。ということで、怖すぎるんですが、一旦ここでセーブしてね、落ち着きたいというふうに思います。ということでね、最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。荒れてる荒れてる。はい。ということでね、最後まで動画をご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、次回パートもお楽しみいただけたら嬉しいです。チャンネル登録ボタン、グッドボタンもお願いします。ではまたお会いしましょう。バイバイ。